皆さんこんにちは、ナイルメカチャンネルです。はい、板橋さんこんにちは。こんにちは。今日なんですけど、こちらまあ今 D マークで撮影をしているんですが、フォルクスワーゲンの PSI と呼ばれるエンジン、結構そのいいエンジンではあるんですけど、一つあのちょっとこう悩みというか欠点というか、どうしてもカーボンスラッジが溜まりやすい。なんでこれ板橋さん、カーボンスラッジ溜まりやすいんですか？話すとちょっと長くなりますけども、はい、簡潔にじゃあちょっと、はい、EGR が悪いまあ EGR もそうですし、はい、燃料のその噴射の仕方によってちょっとあのどうしてもそのバルブの傘のところに、特にその回さない場合かな、高温にしない場合どうしても溜まっていくんですよね。そうですね、はい、でこれがずっとこう溜まってくると、どうしてもそのバルブが閉じきれなかったりとか、あとはまあそのインジェクターとかにこうついたりとかで、こう失火の原因になるんですよね。なります、はい、で僕たち今までってそれこそマニホールドを外して、はい、こうマイナスドライバーでカーボンを注ぎ落としたりとか、もう 3,4 時間カリカリとやっておりました。それがですね、はい、あの画期的なマシンが、画期的です、こちらなんですけど、これを使ってカーボン除去をやってみようと、はいはい、でこれをやることによってかなりエンジンのフケとか調子も良くなるんですよね。なりますね、はい。でこちらゴルフ 6R のお客様の車なんですけど、はい、こちらで、ね、外れておりますね、はい、やってみますので、やってみます、はい、じゃあとりあえず行きますよ。行きましょう、はい、じゃあそれではどうぞ。さばいていく、はい、じゃあ板橋さん、はい、早速ですが今現在このゴルフ 6R のバルブの周りのちょっと、はい、あの状態をちょっと教えてください、はい。これは直噴射はなりやすいんですけども、はい、このお車に関してはそこまでひどい状態ではないです。ただ見ていただくと分かるように見えますかね、バルブの傘の部分ですかね、はい、カーボンが溜まってますし、ね、本来こんなコブみたいになってなくてまっすぐな棒なんですよ。ですよね、はいはい、これを、まあ、今まで私たちはマイナスドライバーで、はい、そうです、カリ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 注ぎ落として、はい、でエアで吹いてっていうのの繰り返しをずっとやってきてたんですけど、はい、今回ねこの画期的なこの本当画期的ですね、くるみの殻でぶつけることによってカーボンを落としてしまうという、はい、圧縮空気とくるみを使ってカーボンを一瞬にして除去するという商品です、はい、で、はい、これの何がいいかっていうと、普通のサンドブラストですと砂とかなのでシリンダーの中に入っちゃうとまずいですよね、はい、まずいですね。でドライアイスの場合だと効率はいいんですけれども、どうしてもそのドライアイスの管理とかコストがかかってしまうと、はい、でこちらに関してはあのクルミなんであの燃えてしまうんですよね。燃えてしまいます、はいはい、なのであの、まあ、環境にもというかその、はい、お車にも優しいと。そしてまあ基本的にはバルブ閉じた状態なので、うん、エンジン内部にはそのクルミの粒は入らないです。ですよね。ただ万が一、うん、多少残っていても、はい、全く問題ないですよ、はい、じゃあもう早速やっていきましょうか。やっていきましょう、はい、お願いします、はい、まず下準備として、はい、掃除機にこの専用のアダプターをつけます、はい、これがインテークポートにぴったり合ったものになります。じゃああのエンジンによってサイズが若干違うんですよね。違いますね。これはもう2リッター用として作られたアダプターです、はいはい、そして掃除機で吸いながら、なるほど、この穴からくるみの粒を、はい、あの圧縮空気によって飛ばしていく、はい、というものになります。はい、でこちらがそのくるみのブラストですね。いかにもアメリカンなものなのでちょっと武骨な格好ではございますが、はい、性能はすごいです、はい、ちょっと音出ますけど、こんな感じで今もうずっと吸ってるんですよね。吸ってる状態です、はい、で、はい、ここに穴を突っ込んで、これも今出てるんですか？もう出てます。おー、まあ途中経過を押したら一瞬でここまで綺麗になりますので、もうおー全然違いますね、ええ、まだ完全に取り切れてはないですけど、全然違いますね。こっちがまだやってない方ですね。やってない方ですね。左側が、右側が今やったやつですよね。はい、もう艶が出て一瞬 で、 いいです、ね、じゃあもうちょっとやりましょうか。はい、もうちょっとやりましょう。取り回しはあんま良くないんで、そうですね、はい、でこれも見えないのでちょっと換気というか、そうですね、イメージでやる感じですか。イメージですね。でたまにくるみの粒出てくるんで、はい、あのメガネは必須です。はい、はい、おー素晴らしい。あ、これはいいですね、はい、かなり綺麗になりました。
これによってもう吸入量が、はい、もうこっちはもう3分の1ぐらい詰まってたのがそうですよ、ね、なくなるんで、もう相当吹き上がりも良くなります。なるほど、はい、じゃあ今度ちょっとこの左側も反対側行きます、はい、で今度はひっくり返ってあげるんですね。そうですね。なるほど。いいですね。まあちょっと下の方残ってるんで、はい、まだもうちょっと続けるという形ですね。でもだいぶだいぶ、まあ、やっぱり右側の方が綺麗なんで、そうですね、もうちょっと行きましょうか。はい、はい、お願いします。お、はい、どうでしょうか。いいですね。こんな感じでもう全然こちらと比べたら違いが一目瞭然ですね。はい、まあこれはいい。こんだけ綺麗になればもう全然違いますね。全然違います、はい、燃費も良くなりますし、はいはい、じゃあこんな感じで全部一通りやってもらっていいでしょうか。はい、お願いします。はい、はい、じゃあ板橋さんお疲れ様でした。お疲れ様です。はい、どう時間にして10分ぐらいですかね、うん、一応順番にいいですか。2番。おー、いいですね。はい、はい、そして2番ですね。はい、はい、いい感じ。もう艶が出ております。はい、そして3番も、はい、そして4番と、はい、4番ひどかったですもんね。4番が一番ひどかったですけど、はい、まあ、このように綺麗になりましたね。ピカピカなっておりますというところです、はい、うん、はい、ということで4箇所カーボンを除去できまして、しまして、はいはい、あの本当僕たち昔マイナスドライバーでね、こうカリカリ、はい、そうですね、やってると思えば全然、まあ、昔はこんなんで、ね、こうやってずっとエア吹きながらやってましたもんね、はいはい、でね、効率的ですし、それこそ車にあのダメージもないですね、ないので、はい、いいんじゃないかなと、はい、やっぱりこれやった後かなり付けとか変わりますもんね。変わります、はい、あと燃費もかなり良くなったりとか、良くなります、はいはい、ただ、まあ、今回ねこの作業なんですけど、このマニホールド外してやるだけじゃなくて、一応部品としてはね、まずはインテークマニホールドのガスケットであったり、はい、スロットルバルブのガスケットであったり、はい、あとここの丸い穴、はい、こちらがですね、インジェクターが刺さる場所、直噴エンジン車なので圧力に耐えられないといけないので、はい、専用のテフロンシールというものが4セット、はい、ね、4セット必要になりますので、はい、ここだけでもちょっとコストがかかるかなというのは、ただね、一応、まあ、はい、あの金額あの、まあ、大体いくらなのか多分気になると思うので、はい、で車種によっても部品代も違うじゃないですか。違いますね。でおおよそこの作業で、はい、大体部品代も入れて、大体7万円から9万円ぐらい、はいはい、でかなりこの車は変わるんじゃないかなと。変わりますね、はいはい、でこの方も結構そこそこね普通に走られる方 でもやっぱあのぐらいは、そうですね、回し気味の方でもこうなってしまうんで、はいはい、板橋さん作業の方お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、今日ねあのこちらエンディングちょっと別日に撮ってるんですけど、昨日かな、あの、はい、施工されたゴルフ 6R のオーナーさんがお見えになりまして、かなり喜んでましたよね。はい、だいぶ喜んでましたね。低速から中速から良くなったと、はい、そうですね、はい、全然違うと言ってましたよね、はい、もうなんかこれはみんなやった方がいいと、やった方がいいって、はいはい、言ってたんですけど、だいたい、まあ、距離にしたら 4,5 万キロに1回ぐらい、そうですね、やってあげれば、はい、定期的なこう洗浄みたいな感じで、はいはい、やってあげた方がいいと思いますので、はい、ぜひね、お問い合わせいただければとお願いいたします、はい、思います、はい、で今回こういったウォールナットブラスター、はい、はい、使わさせてもらったんですけど、いわゆる環境にも優しいし、はい、はい、あのお車にもダメージがないということで、そうです、ダメージないんで、はい、かなりあの画期的なアイテムじゃないかなと思います、はい、はい、ということでナイルさん、なかなかいい機会だねって思った方は、はい、いいねと、まあ、いいねとチャンネル登録を、チャンネル登録をお願いします、はい、お願いします、はい、各 D マークナイルプラスの公式 LINE からお問い合わせお願いします、はい、お願いいたします、はい、ということで今回の動画は以上です、はい、以上です。また次の動画でお会いしましょう、はい、さよなら、さよなら。